はい、こんにちは。はい、今日はですね、バイオダイナミックカレンダーいうところのですね、3月19日、はい、乙女座の位置がですね、いい位置ね、500番って書いてありますね。ということで、私の今何やってるかと言いますと、股間にですね、大股に挟み込んだこのバケツの水ですね。はい、分かる人には分かるという世界なんですけれども、一般の人は何のことは分からない。はい、500番ですね。はい、これが500番。今年の調合剤の元でございます。非常に出来がいいですね。ね、はい、送っていただいたものなんですけども、バッチリですね。ということで、いよいよ3月になって暖かくなってまいりました。春と秋、2回500番を巻くんですね。このバケツの水にこの500番を投入して、今から1時間かくはんです。時間は13時59分、14時スタートですね。ということで、準備万端。何があって、周りがびしょびしょになるのでですね、このように股間を、守りながらですね、やっていくんですけれども、さあ、今から1時間後にこの調合剤が出来上がると。それをですね、よいしょ。はい、この聖なる道具、ほうきですね、によって巻いていくと、ね、全く何のことか分かりませんけれども、13時59分、さあ、そろそろですね、14時スタート、あ、電源がないか、あ、14時になりましたね、そうしましたら、はい、投入いたします、はい、もうちょいいかな、この量もですね、適当っちゃ適当なんですけども、もうちょいっちゃもうちょいなんです。 GO! 右に20秒ですね。渦を作るのがポイントになります。冷てー、天然の雨水ですからね。反対側に20秒、あ、詰めてというのをですね、1時間繰り返します。これがバイオダイナミック農法の根幹の技術、500番ですね。ということで、1時間後に私自身の精神がまともであれば今日巻くことができるわけです。という、そんなバイオダイナミック農法実践をしている百姓農園の一日でした。それではまた。